はい、どうもタネです。ということで久しぶりの収録動画すいませんね、というところなんですが、今日は2月の15日ということで、まあ、今日は皆さんの予想通り2本動画が出ますね。理由は簡単ですね。はい、お誕生日の方がお二人いらっしゃるということで、今日はまずはこちらからいきましょう。誕生日おめでとうございます、斉藤冬香さんについて語ろうということで、今日で26歳になられますね。はい、もう一期生もう3人になってる中で、実はふーちゃんが一番最後の誕生日ですね、今の段階で言うとね。うん、はい。で、まあ一期生としてね頑張ってくれているふーちゃん、まあ、今回もバックスメンバーではあるんですけど、やっぱり存在はね、なんだろうな、すごいしっかりとあるというかね、インパクトを残してくれるのもそうですけど、まあ僕個人としては、まあ去年じゃないわ、今年の2月か、ゆいぽんのね、卒婚の時の裏話で、桜さでね、喋ってる内容とかね、その関係性の話とか思い出話も合わせて聞きながら、やっぱふーちゃんって、本当に、こう、これまでも頑張ってくれてる、まあ、これからも頑張ってほしいな、なんて改めて思うメンバーだと思います。今日は、そんなふーちゃんを語らせていただきます。まずはプロフィール参りましょう。1998年生まれの2月15日、斉藤冬香さんということで、今日で26歳。出身は東京都でございます。阿波踊りが踊れますが、東京都出身です。はい。ね、血液型、O 型、身長158センチということで、O 型なんですね。A 型っぽくも見えるけど、O 型なんだっていう。うん、身長を思ったより背は高くないですね。まあ、桜坂としてというか、まあ、むしろ標準身長って感じでございます。一期生ね。サイリウムは黄色ですね。2015年に欅坂としてデビューを、オーディションに合格して、翌年、サイレントマジョリティデビューして、改名を経て、現在スタートオーバーで初めての表題曲選抜には選ばれてますが、なかなか、あれはね、正直全員選抜的なポジションだったから、確実に選抜っていう印象はちょっと弱いのかななんて思う。でも、そういう意味で言うと、本当に後ろから支えてくれる、まあ、不可欠、グループには不可欠なメンバーだと僕は思っております。で、まあ、やっぱり特技阿波踊り、それから一般人斉藤さんっていう、このまあ大きな二本柱がまあ最近は軸になってるとは思うんですけど、デビュー当時からまあ決してその前でっていうタイプではなかったんですよね。後ろで何か支えてるような立ち位置だったと思うんですけど、なんかこうメンバー誰からも好かれてるというか、なんかメンバーのお母さんみたいな、存在感もあったりして、で結構こうプライベートでね、いろんなことをメンバー同士でやってるのを感じるのかなと思います。印象的なのはそれこそ今年の正月ね、ふーちゃんは韓国に行ってるのが桜坂チャンネルで紹介されましたけど、よくよく見てみたらリサと一緒に行ってたってね、卒業生の渡辺リサさんと遊びに行ってたみたいなところもあったりして、なんかそういうのも印象的でしたし、やっぱりこうこの心の支えじゃないけれども、すごくこうグループのことを思ってる、グループに対する熱量が高い子なのかなと思いますね。さっき欅坂のドキュメンタリー映画の中でも、その泣いてね逃げ出してるところが映像になってたりもするんですが、でもそれだけ悔しいとか悲しいって感情が爆発させられるだけの心を持ってる子っていうところが魅力的なんじゃないのかななんていうふうに思ったりいたします。でやっぱりふーちゃんで一番まあグループとして魅力になってるのはダンスのスキルだと思いますけれども、小さい頃からねダンスはいろいろ学んできてたようですが、まあそうした中でかなりこうキレのあるねダンスをたくさん見せてくれています。これからも多分見せてくれることを確信してると。もう今変な話、卒業していったメンバーのさこのポジション、空いたポジションに入れるならまず第一候補はふーちゃんなんじゃないかなと思うぐらい、本当ふーちゃんはいろんなポジションをこなせるというか、それだけの力を持ってる子なんだよなって改めて感じさせられますね。うん。で、まあ個人的にはこう、一回僕、ミーグリに過去に行ったことがあるんですけど、すごくね、優しい
人当たりの子だなとは思います、うん、すごく笑顔でね、でこうなんかどうやったらファンが喜んでくれるんだろうを第一に考えてくれてる子だなっていうのをすごく感じますし、うん、なんか桜欅を応援してる人たちはどこかでふーちゃんを愛してる、ただ一押しじゃないからなんかこう、見送りの完売もそこまでないとかいうところもあるのかもしれないけど、うん、非常にね僕は魅力はたくさん詰まってる子だよっていうのを常に言い続けてあげたいなとは思ってますね。はい。で桜になってからはねおでこを出す髪型に変えてきましたよね。サードのバックスライブ以降かな、はもうずっとおでこを出しての お姉ちゃんっていう感じで活動をし続けてるような気がします。それまでは前髪結構しっかりあったんですけどね、気づいたらデコ出しになりましたよね。もうでもそれがふーちゃんって感じがしてます今はね。一期生なのでまあそんなに遠くない未来に卒業というものがやっぱりこう僕らとしても覚悟をしてないといけない部分ではあるんですけど、やっぱりこうふーちゃんみたいに支えてくれるメンバーの大事さっていうのはやっぱりこう解明もそうですし、その新規のメンバーが入ってくるタイミングにおいてもすごく大事な役割を担うんだなっていうのをグループアイドルについてはねあるのかなと思います。もう言い方悪いけど決してトップランナーね、メインとして、活動するメンバーじゃないけれども、彼女がじゃあいなかって成立するしないところがっていうと結構あるような気がするんですよ。その例えばバンとかも今ペイちゃんのポジション入ってるのかな、あれもねそのダンススキルとしては求められないかもしれないけど、そこは合わせてやれるとかね、そのやっぱりこう要所要所で彼女は役割をに徹せれるというか、本当に感謝しているし、まあ、これからもできる限りそういう立ち位置だけじゃなくてね、本当言うと選抜にね、卒業するまでには入って気持ちよく送り出したいっていうのがまあファンとしての思いだとは思います、でも正直選抜としてやれるだけのスキルは十二分に持ってるのでね、そこはもう心配せずにこれまで通りやっていただきたいですし、やっぱりその木を越えた架け橋として今多分彼女は何ができるのかっていうのを結構模索してるのかなと思うので、いっそのことふーちゃんの部屋みたいな感じでね、3期生全員とショールームやるとかね、なんかできたら面白いのにななんて思ったりしますし、阿波踊りもね去年は徳島まで行ってね参加したりもしてますし、まだまだでやることはたくさんあるような気がしますね。あとまあ小ネタではあるんですけど、日向坂の加藤翔さんとね実は高校が一緒なのかな、そうなんだけどあまりここの絡みっていうのは紹介されないんですよね、だから多分クラスが違ったりとかなんかこう絡む要素がなかったのかなとは思いますけれどもね。でもそれであってもやっぱりふーちゃんの魅力っていうのは本当にみんなが分かってると思うので、まあ卒業っていう言葉はまだ出てませんけど、まあそんな遠くないはずって覚悟はしてないといけないので、そうした時にこう今できるふーちゃんが今できる精一杯のことをやってほしいし、それを僕らは応援し続けたいなって改めて思います。はい、ということでまあ26歳ですか、早いですね。入ってきた時は高校3年生ぐらいだったのかな、そんなもんだったような気がしますので、まあそこから考えるとね、今その学年ぐらいがまあエンリコちゃんとかこんなぎとかなんで、だからその子たちを今度はね安心して見送れるように頑張れることを頑張ってほしいななんていうふうに思ったりいたします。皆さんはふーちゃんの魅力どこにあるでしょうか、ぜひコメント欄で教えてくださいということで、今日はこの辺で、ふーちゃんおめでとう。